正直アナリストが注目する中、自民党総裁選での証券金次郎氏の意外な子息が話題になっています。フジテレビのワイドナショーに出演した専門家は、当初の期待に反する結果にやばります。明るい未来が期待された証券氏がなぜ最終的に票を使ったのか、視聴者の前で議論が行われました。まずメディアの影響が欠かせない要素として浮かび上がります。番組内で語られたように、初期の段階ではメディアが証券氏を擁護し、彼を理想的な候補として浮上させることで関心を集めました。ところがメディアの注目が集まったことで、逆にプレッシャーがかかり、彼の実力が示される場面でのパフォーマンスが不安定になったのです。さらに票の事態も問題視されています。証券氏は議員票では一定の支持を受ける一方、党員票においては公私相名氏や地派申しに遅れを取ってしまいました。この格差は党員の年齢層や経験値に起因するものであり、特に高齢層からの信頼を手づくには知らなかったことが指摘されています。討論会での証券氏の対応力も再評価の対象となります。十分に準備をしていないと見えるその発言は、政策への理解をくたわせる結果につながり、視聴者の信頼を損ねてしまいました。気になる疑問に対し、思わぬほどの懇がぶりを見せることで、逆に自身のイメージに醤油をつけることとなりました。このように期待される候補者が失速する背後には、策略、不安定なパフォーマンス、そして自身の強みや弱点を把握しきれない姿勢がありました。今後の政治矯正において、彼がどのように立ちなそり、再び注目を集める存在となるかが注目されることでしょう。証券氏が今後の選挙戦に向けてどのような戦略を立てるのか、その成長と変化に期待が寄せられています。